細工など無意味だぞ。おう、子供騙しなら踏み砕くのみだ。どれ、しらしきを収めるか。目にもの見せられましたね。なんかいいですね、こういうの。
気分です。
に行きましょう。なんかいいですね、こういうの。お任せください。あなたの魔力分けてもらいますよ。
あら、
これで仕込みは万全ですね。相手の得意でも封じ込めたことですし、あとは正面からの総力戦です。玉本としてはあの女の手を借りたのは尺ですけど、鬼胸は変えられません。ま、ライバルは利用するだけして、美味しいところはきっちり独り占めにする。それが賢い女ってものですけどね。あ、それじゃあこれ、私の宝具のアドレスです。説明、よーく読んでおいてくださいね。どんな宝具であれ、勝敗を決めるのはマスターの指示ですから。はい、鏡のごとく磨かれた石、石のごとくおごそかな鏡とお考えください。他にも宝具候補はあるのですが、英霊としての私ではそれが一番らしいものです。言うなれば、玉もの一番大事な情報です。どうかうまく使いこなしてくださいね、ご主人様。